畑にね、連作障害っていうものがあって、同じものを植え続けるとその、作物がね、好む栄養素を吸いすぎて減ってしまって、まあ、要するにご飯がなくて育たなくなったり、でその特定の作物を植えることによってその作物を好む病害虫が畑の中に増えてしまって作物が育てられないっていうことが起きるのね。これが連作障害なんだけれども、だけどもこの連作障害をね、防ぐ方法っていうものがあって、前は YouTube にアップされてたんだけれども、今削除されたけれども、生きている土、土は生きている、タイトルどちら忘れたんだけれども、埼玉県の菅さんっていう有機農家、自然農法家の人の話によれば、堆肥、有機物をたくさん入れると、連作障害は起きないっていう話だったのね。で、俺はそれを理解して考えてやって試したのね。そしたら確かに連作障害起きないのね。で、これなんでかって言えば、まあ、病害虫に関しては、逆に病害虫が増えるとその天敵ってものも増えてくるんで、要は生物を増やしてあげればその病害虫に関しては抑えることができるの。完全にゼロにはできないね、それは。だけれども病害虫を減らして、そういうあまり症状がね出ても困らない程度には抑えられると。そして栄養素に関してもなんだけれども、これもね、土の中の窒素炭素のバランスで CN 比っていうのがあるんだけれども、それで微生物のね分布が変わってくるんで、例えば窒素が、まあ、窒素っていうのは栄養になってるんだけれども、この窒素という栄養分が減ればね、土の中の炭素が増えて、炭素が多い状況であれば、糸状菌とか放線菌とかが増えて、彼ら自身は窒素が多いんで、彼らが増えて彼らが死ねば畑の中に窒素が放出されて、その窒素という栄養分が増えるっていう具合にして、栄養分っていうのは供給されるのね。だからこのなんだっけ連作障害、連作障害っていうものは、畑の中の生物を増やしてあげることによって防ぐことができるのね。でさらにね、これそれは防ぐ技術で、この連作障害を第一次世界大戦からずっとやってきたヨーロッパの研究所があって、そこのデータ俺教えてもらって、それと今でも連作の研究しているのが日本にあって、静岡県の伊豆の国市、ここにある大人農場、ここで20年間ぐらいかな、俺が行った時でも15年とか7年とかだったと思うんで、20年以上はやってると思うんだけれども、そこで、連作のデータを取ってやりました。ヨーロッパの方は麦だったかな、穀物で、大人農場は野菜でやってるんだけども、そこで、出たデータ、得られたデータによると、4年間連作続けると連作障害は出なくなって、収穫量は連作してない時、輪作っていう、豆植えて野菜植えて放置してみたいな、この輪作、回した輪作と同じぐらいの量が取れますよっていうことがもう分かってるんですよね。で、分かってるから、この2つを考えると、4年間はとにかく有機物を供給してあげる、例えば草の堆肥とか落ち葉の堆肥とか、牛糞堆肥は栄養はね逆に強すぎるから俺おすすめしないから、草と落ち葉、これで作った堆肥をたくさん入れてあげる4年間。そうするとそうする間にそれで、連作障害を抑えてて、で4年過ぎればそれやらなくても、まあ量を少なくしても連作障害っていうのは起きなくて、収穫量は、確保されます。でも堆肥っていっぱい作るの大変なんで、俺は前からこの動画でもね話してるのは、畑の通路ね、畝を立てて、畝があるでしょ、畝と畝の間の通路ね、人が歩くところに有機物、草とか落ち葉とかを引いてあげて、そこにその場所で堆肥を作るってやり方、これが一番楽だと思う。堆肥になるとほぼ土になってるから重くて運ぶの大変だから、乾燥しただけの刈った草をそこに敷いてあげるっていうだけで、俺は OK だと思う。そこで勝手に堆肥できるから。でさらにその
堆肥つか通路で堆肥を作るのに効果的なやり方が、米ぬかを撒いてあげること。米ぬかを撒くと、米ぬかってさ微生物がすごく好むのね、あの栄養素がね。だからそれを通路に敷いた有機物の上にパラパラパラって撒いて、パラパラっていうかもうドサッと撒いてるんだよ、大丈夫だから。ドサッと撒くと、そこで生き物の活動が活発になって、どん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 土が作られて、そこからなんだろうね、いろんな栄養素も出てくるし、そして病害虫も増えて、益虫も増えて、抑えて連作障害というものを抑えられるんで、俺はこのやり方、どんどん通路に有機物入れて、で好奇的な条件、空気に触れた状態、今土の上だね、に置いて米ぬか振ってってやったら、連作障害ってものを明確に味わったことは俺はないです。だからこのやり方ちょっとやってみてほしいなって。連作障害ってのは大体生物によって、植物が自分の食べたいものをいっぱい食べてしまって土の中にその食べ物がなくて起きるのと、その作物を、植物をね、野菜を植えてるじゃん、特定のもの、それを狙ってくる病害虫によって起きる。全部生物によって起きるのね、植物とか虫とか菌とかウイルスとか。だから逆にその生物性をね上げてしまえば、とてもあの連作障害というのは起きづらくなるんで。そうで、最後もう一つだった、もう一つ忘れてたけども、特定の作物だけ植えるから起きるんであって、トマトだけ植えるからトマトの連作障害起きるんだから、トマトと相性のいいバジルとかナスだったらネギとか、あとネギだったらほら、あ、そう、キャボチャにもネギいいんだけども、そういう風にして単一の植物の環境を作らないで複数の植物を植える、コンパニオンプランツっていうやり方もすると抑えられると思うんで、植物植物同士がね、影響し合うのと、土の中の生物層も唯一の単一のものではなくなっていくんで、だからいろんなものを混ぜて植える、混植コンパニオンプランツしたり、そして有機物をどんどん入れてあげる、これをすると連作障害っていうものにはそんなに悩まされないと思うんで、それを考えてやってみてもらえば、連作障害そこまで悩む必要は、悩まなくて済むと思うんで、やってみてください。